どうも、ショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。部屋の中にあるものの8割を手放しましたと、そしたら引っ越し先が決まりましたとか、次の転職先が決まりましたっていう報告いっぱいいただきます。あとは、会社の方で社長賞を受賞しましたっていう報告もいただいたことがあります。そう、インスタの DM でわざわざいただいたわけなんですけども、そう、本当にありがとうございます。で、僕自身もその会社を辞めて起業した時っていうのは全然その仕事で結果が出ていなくてですね、で、もう納豆一パックだけで上をしのぐってことをやっていました。そうで、その時にその他の仕事で結果を出すこと以外の無駄なことは徹底的に省きなさいっていうのを教えてもらって、部屋の中にあるものをもう8割ですね、もう全部ほぼ全部捨てました。パソコン1台だけ残してもほぼ全部捨てたっていう感じですね。そしたらそのビジネスの方で結果が出てくれたわけです。そうなので、本当にあの時断捨離とか手放すってことに出会ってよかったなっていうふうに思ってます。そう、ただですね、最初はちょっとすっきりするんですけども、それが長続きするかって言われたら続かなかったっていうのが僕の経験なんです。どういうことかっていうと、物を手放したとしても、なんかモヤモヤするなとか、イライラするなだったり、なんか漠然とした不安に襲われたりとかする時があったんです。そうで、そのたんびにその気持ちをスッキリさせるために物を手放したりとかした時がありました。物を手放せば今抱えている不安やモヤモヤやイライラを手放せるなと思って、紛らわせるなと思って物を手放した時もありました。そうで、その時はちょっとまずいな自分と思って、その自分に言い聞かせるために断捨離依存症の動画をアップさせたわけなんですけども、そんな失敗がありました。そうで、そこからですね、学んだことは、その物を手放すだけじゃダメっていうことだったんですね。結論から言うと、頭の中にあるガラクタを断捨離しないといけないっていうことなんです。そう、結局やっぱここにあるごちゃごちゃしたものも手放さなきゃ意味ないなっていう、それはすごく学んだことなんです。じゃあ今回どうやってそれを手放していくのか、僕はこうやって頭の中にあるそのモヤモヤしたもの、ガラクタを手放してますよっていうのを今回この動画でシェアしていこうと思います。そうなので、その物は捨てたけども相変わらず上司と嫌な関係になってますとか、物は捨てたけどもそのこの先の収入が不安ですって思ってる方はですね、ちょっとでも参考になってくれるかなというふうに思いますし、そういう方に今回の僕の学びっていうのは参考になるかなというふうに思いますので、まあ、気になる方がいたら最後まで見てくれたら嬉しいです。いや、そもそも皆さんにとってゴミとかガラクタって何でしょうか？僕の場合、ガラクタとかゴミっていうと、まあゴミだったら使い終わったものとか使い古したものっていうのもありますし、あとガラクタでしたら自分にとっては価値がないものとか、自分にとっては使わないもの、今全然使ってないものとか、そういうものだと思います。はい、皆さん何がありますか？頭のゴミって。なんか他にこういうのが頭のガラクタなんじゃないかみたいなのがあったら、ぜひコメント欄で書いてもらえたらいいんですけども。そう、なので僕にとっては不安っていうのは、まあある程度必要ですけども、その過度な不安っていうのはいらないですし、あとはその他人の目顔色を伺ってなんかそわそわしちゃったりとかっていうのも、僕にとっては今無価値だなっていうふうには思ってるんです。形としてあるゴミはそのまま手放せば、まあ、きっぱりするわけなんですけども、思考ってそうやって簡単に手放せるものではないですし、まあ、かといってその頭の中にあったら僕たちのその大切なことにフォーカスするその思考力を奪っちゃってるわけですよ。そうなので、どんどん手放していきたいなっていうのがあるわけなんですけども、じゃあ次どうやって僕の場合手放してるのかっていうのをシェアしたいと思います。一つ目は、自分の頭を整理する前に余計な情報は入れないという環境づくりを徹底してあります。例えばここにテレビがあるんですけども、これは彼女と過ごす時にはちょっと見たりしますけども、基本的に自分一人の時は一切見ないです。そう、電源ももうつかないです。もう元から切っちゃってますから、あとはリモコンもこういう中にしまって、なんかすぐ出せないようにしています。あとはこうやってテレビの前に物を置いているので、テレビがちょっと見えにくい環境にしてるんです。そう、こうやってテレビは自分では見ないようにしてます。でも彼女はこのテレビで甲子園と、あと箱根駅伝が見たいということで一応このテレビは置いてます。そう、でもなんかインターネットで生中継できるよっていう情報がつかめれば、もしかしたらこのテレビを手放すかもしれないです。あとはインターネットのブラウザーなんですけども、基本的にホームページは Google にしています。前は右にあるように Yahoo のページを使ってたんですけども、何か検索しようと思ったらもう他の情報がうわー入ってくるんですよ。で、僕が最初の方好きだったのがこの占いですね。
ついつい今日の占い何かなとか言って検索しちゃうんですよ。無駄な情報が入ってこないように、でも偏りがないように情報を取るにはどうすればいいのかなっていうふうにいろいろ勉強してたらですね、 あるアプリを使ってる人が多かったので今それを使ってます。はい、例えばこれアプリのホーム画面がありまして、情報ニュース系っていうフォルダーと、あとは知識教養系っていうフォルダーが2つあります。例えば情報ニュース系でしたらニュースピックとで日経電子版、この2つから情報を取っています。でフィードリーですかね、ちょっと RSS っていうアプリがあるんですけども、アップルアイデアデジタルミニマリストライフハック古事記未来予測みたいな感じで情報フォルダーを作っていまして、ここからそれぞれ情報をいただいてるっていう感じですね。でニュースピックに関してはテクノロジーとビジネスと金融、あと政治社会のこの4つを取るようにしています。でやっぱニュースピックのいいところっていうのは、こういう情報があったとしたらそこに対していろんな方のコメントが見れるんです。いろんな意見を参考にできるので、そうこのコメント欄を見るだけでこの記事が何を言ってるのかっていうのが大体わかるという感じですね。でもうちょっと知りたい場合はこうやって具体的にホームページに飛んだりするんですけども、基本的にこのタイトルとコメントを読んで、あ今こういう動きがあるんだなとかっていうのをこう察知してるって感じです。あと最近僕が気に入ってるのがこのフィルターっていう本の要約アプリです。そう、これアップグレードするとその全書籍の要約が全部フルフルで見れるんですけども、僕はこの中の無料っていうやつの中から、例えばこの畳人という選択っていうものがあったら、この本がどういうことを書かれているのかっていうその要点が書かれてあって、もうちょっと細かく見たいですってあった場合はそのプロの本要約家ですね、プロの要約家がこうやって書いてあるんですよ。時間で言ったら1冊3分ぐらいで読み終えるので、そう電車の移動とかでこの本を読んだりしてます。であとは音声再生っていう機能もあるわけなので、これも使えばかなり効率的に情報を取ることができるんじゃないかなというふうに思います。自分にとって都合の悪い情報は入れないっていうわけではないんですけども、ただ自分がイライラしちゃったりとか不安になったりもやもやするもうそれで頭の中がいっぱいになっちゃうようなら、そういった情報はもうブロックした方がいいんじゃないかなっていうことで、僕は今これをやっています。で次ですね、頭の中にあるもやもやをどんどん整理していくっていう作業に入っていくんですけど、目標を紙に書き出すっていうことをやっています。目標って何かって言ったら、直近の目標でもいいですし、将来こんな風になりたいなっていう夢とかでもいいですし、とにかく自分は将来こうなりたいんだとか、こういう結果を出したいんだとか、こういうライフスタイルになりたいって思っているものをひたすら書き出していきます。そう、ひたすら書いていきます。そう、これをするだけで自分がじゃあどういう方向に向かっていきたいのか、自分にとって何が好きなのかっていうのがこう方向性としてこう見えるようになるんですよ。あとはじゃあそれを達成するために必要じゃない関係のない無駄なものっていうのをどんどん手放していこうっていうことをやっていきます。なのでそのためにはまずは自分がどういう方向に向かいたいのかっていうのをバチッと知りたいわけなので、まずなんかモヤモヤしたら自分の目標だったり将来こうなりたいなっていう希望だったり夢っていうのを書いていきます。あとはリノっていうサイトアプリがあるんですけども、これも自分の目標を常に管理する上ではおすすめです。オンライン上にコルクボードが現れて、そこに写真だったり付箋が貼れますよっていう、そういうサービスです。で例えばここにですね、僕は月1ペースで海外に出張して撮影とかオフ会やりたいって書いたり、あとは毎朝超スッキリ起きれてるとかですね、こういうイメージのしやすい画像と言葉っていうのを添えて貼り付けてます。スマホアプリもあるので、このリノっていうやつを押すとこうやってスマホでもチェックすることができます。ただですね、あれを見た後にまたすぐモヤモヤしたりとか、なんかいろいろごちゃごちゃ考えてるなって思ったら、次はノートにもうちょっと詳しく書くようにしてるんです。悩みとか不安を細かく書くわけなんですけど、4つのジャンルに分けて書き出しをしています。1つ目がお金面ですね、2つ目が健康面で、3つ目が人間関係面で、4つ目が時間です。そう、なんかこの4つがバランスよくなってれば、比較的その幸福度って高いらしいんですけども、この4つのうち何かバランスが1つでも崩れちゃうと、その人は人生をこう不幸に感じちゃうっていうのがあるらしいんです。そう、なのでこの4つのジャンルで、ひたすら書き出していきます。
そう、まあ、こんな感じで、まあ、かなり適当ですけども、僕はこうやって、お金面、人間関係面、健康面、時間面の4つのジャンルでそれぞれ今どういうことに不安を感じているかっていうのをとりあえずひたすら書いていきます。で、まあ、エヴァノート、こういうあのアプリじゃダメなんですかっていうふうに、まあ、疑問が飛んでくると思いますし、僕も最初はそれであの電車の中とかその外に行った時スマホでポチポチ入力をしていました。そう、でもいろんなその文献だったり本だったりインネットであの見ていると、そのどうやらこうノートに書くという行為がなんかその脳に刺激を与えるんですって。ちょっとよくわかんないですけども、そう、詳しくはわかんないですけども、五感を刺激するらしいんですよ。なのでその記憶だったり頭の整理がしやすくなるっていうことらしいです。そう、なので、まあ、あの僕はノートとペンは手放せないわけなんですけども、 そんな感じでこう書いていきます。この中の不安で一番緊急性の高いものは何かなとか、一番重要なものは何かなとかっていうのをこう優先順位をつけて、そのトップ1位からこう片付けていく、処理していくってことをやったりもしています。そう、こんな感じで、悩みを一旦その見える化して、じゃあその中で具体的に対処できるものは何かなっていうのをトゥードゥータスクまで落とし込んで、あとは行動あるのみっていう感じでそうやってます。とりあえず自分の頭の中にあるモヤモヤだったり、その単語っていうのをノートに全部吐き出して、でそれである程度スッキリしていたので、まあそれでも良かったのかなっていうふうに思ってたわけなんですけど、最近はですね、それプラスちゃんと行動、前に進むための一歩を踏み出そうということで、自分がそのモヤモヤの中でこれは解決できそうだなっていうものから処理をするようにしています。そう、処理っていうとなんかあれなんですけど、そう、とりあえずなんか自分のモヤモヤを、まあ、自分で解決できるところがあったらどんどん解決していきたいなみたいな感じで思ったので、そう、こういうスタイルでやってます。物は一回手放したら、ある程度その物はスッキリした状態はキープできると思うんです。でも頭の中にあるごちゃごちゃしたものって、いろいろな人と接したりとかテレビとかニュース見たら、どん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 無駄なものが入ってきちゃうんで、それはこれからも僕自身も定期的にあの断捨離していきますし、この動画を見てくれている人も定期的に頭の中を整理したり、頭の中にある思考だったり、じゃなくて頭の中にあるゴミだったりガラクタをどんどん手放すってことをやってもらえれば、どんどんその自分たちのやりたいことだったり好きなことにフォーカスして、でそこで結果が出て、そこのどんどん身軽になっていくっていうふうに思います。そうで、そういう身軽になっていた人たちと世界中でオフ会したいなっていうふうに思っているので、そう、本当に参考にしてくれたら嬉しいです。はい、ということで、お伝えしたいことは以上ですね。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。やすじ K さんからいただいた質問で、右手にあるのは Apple Watch で、最後耳につけているのは AirPods Pro ではないですか、という質問いただきました。ありがとうございます。そう、別に隠すつもりはないんですけども、まあ、ちょっとバレましたかという感じですね。そう、でもこれに関しては、最近また環境ブラッシュアップということで持ち物を変えたりとかしたんですね。なのでそれはまた別途ですね、その最近使っているものとか最近持ち歩いているものっていう動画でシェアさせてもらいますので、ぜひ楽しみにしてくれたら嬉しいです。